こんにちは、ジャパニーズです今日はパッシブアグレッションについて皆さんこんな経験はありませんか会話をしますごめん何か言ってたさっきちょっと考え事をしてたんだああいいよ私の話なんて別に重要じゃないから別に大事じゃないから 怖いですね恐ろしいこんな経験ありますかじゃあもう一つ家でね洗濯物まだ終わってないうんそうだねどうせ私がやらなきゃいけないもんね洗濯はい恐ろしいですねはいこれがパッシブ アグレッションなんですね皆さんこんなコミュニケーション記憶がありますよねえー、直接じゃなくて分かりにくい分かりにくくえー、行動をしてくるメッセージを伝えるうんあのー、日本だとですね わかりやすいあの言葉がないんですね。あのパッシブ・アグレッション。難しい言葉だと、受動的攻撃。受動は受け取る、パッシブ。受動的な攻撃。攻撃。受動的攻撃。でもなんか、この言葉って、あんまりこう、しっくりこないんですよ。日本人、僕はね。受動的攻撃って日本で友達に使ってもわかりにくい。うん。 だからあの、えー、例えば遠回しね遠回り直接じゃなくて遠回しな攻撃とかあと嫌がらせもまあパシブアグレッションの一部ですね嫌がらせ相手が嫌なことをするねあと、えー、意地悪意地悪性格が悪いことをする 人が困ることをするのを意地悪と言いますがまあそういうものが似た言葉ですねで、えー、このパッシグ・アグレッションですねこれ僕考えたんです僕も昔結構やってました僕もかなり意地悪でしたようん嫌ですね嫌がらせ嫌がらせはしないけど直接言わない ね、言葉にしないとか向こうに考えさせるんですよ。ね。だからこれはね非常に気持ちがよくないですね。気持ちのよくないコミュニケーション。うん。例えばあ、食事の誘い。ね。食事に行けなかった時の会話。例えばね。あ、今日ランチ行けなかったんだね。 忙しかうんまあ君と一っにいるのは楽しいけど他にも大事なことがあるから他にも大事なことがあるからこんなこと言われたらえあそうだよね他にも大事なことあるもんねごごめんねうんごめんねってなんかもし訳ない気持ちなんか自分は 悪いことをした気持ちにさせられますね。これはなぜこういうコミュニケーションになるかなぜこういう話し方になるかっていうと自分が直接言うことができない、ね、何か不満がありますねでも直接これはやめてくださいっていうのを直接言えない、ね、ことがある一つあと二つ目は相手をコントロールしたい、ね、相手の行動を、ね、コントロールしたい うんうん、というのが理由でありますね。えー、で特に日本だと、えー、直接のコミュニケーションでなくて間接的遠回しのコミュニケーションは多いです。ねえー、例えば「トイレに行きますね」で何か書いてあります「いつもきれいに使ってくれてありがとうございます」 ね、いつもきれいに使ってくれてありがとうございます。これってつまり何ですかつまり綺麗に使ってくださいっていうことですね。分かりにくいですよね。ただの何メッセージかと思いますよね。そのトイレが書いたメッセージ。<laughs> いつも綺麗に使ってくれてありがとう。ねいつも来てくれあなたありがとう。でも別に初めてですよ僕はそのトイレに。 と出会ったののは初めてのトイレでもいつもありがとう。いつもみんながきれいに使っているからあなたもきれいに使ってね。そういうことを言われているんですね。で、まあ、これはアグレッション攻撃ではないですね。うん。あの遠曲遠回しの表現ですね。うん。ここに敵はありません。攻撃したいという気持ちはありません。だけど。 遠回しという意味ででは同じですねここに攻撃が加われば、えー、パッシブアグレッションになりますね。だから日本の中では、えー、そういう遠回しな表現と、えー、攻撃が一緒になりやすい、えー、そういうコミュニケーションが多い、えー、というのはあると思います。えー、僕のね、昔 の話をします昔アメリカ人の、えー、彼女がいましたアメリカ人の人とお付き合いしていたんですね、えー、でその頃は、えー、コロナだったので遠距離遠い、ね、え会えないですからで時間もある、ね、えから電話をしていました、ね、最初は良かったですね一日ね何時間も話して、ね、楽しい、ね えでも、もう毎日のようにやっていって、疲れてきたんですね。あの、彼女はね。もちろん、仕事も、やりたいこともある。ね。自分のやりたいこともある。えー、それと、時差がありますね。アメリカと日本ですから。で、向こうの遅い時間、寝るのが遅くなってしまうということがあって、あんまり寝れない。ね。少しずつなんか、彼女は、 最近本当に眠い本当に寝れてないんだよね寝れないんだよね本当にちょっと疲れてるっていうことを言ってたんですねうん僕は「ああそっか寝れないんだねうん大変だね」って思ってて気づかなかったこの電話が原因だった僕が原因だったというのはねまあ気づいてないでもある日彼女は言いました もう、パッシブアグレッシブになるのはやめようって。もう、このコミュニケーションはやめようって,、ね、って言われたんです。喧嘩してたんですね、ちょっと。うん。どうやら彼女は自分がパッシブアグレッシブになっていたらしいんですね。その、眠いのは、ちょっとね、あなたと喋りすぎてるから、寝れないんですということを伝えたかったんです。だからそれ僕は気づかなかった。 気づかなかったんですね。そううん、どうかあうごめんね。ごめんねって。まあそれで,でその後まあ別れてしまったんですけども。まあまあまあ、それはつまり何かえー、遠回しやと伝わってないんですね。伝わってないんです。僕にね。もし直接言われたら。あのー、最近寝れないんです。多分。 この電話で遅いいいい時間にななるから寝れれんでででです。す。すす。これを解決ししたいです話すのは楽しいですでも寝たいんですって言われたら僕もあそうだよねじゃあ違う時間に話そうとか話す時間を減らそうね。解決ができますねでもそれがないと、えー、向こうはパッシブアグレッシブで伝えるでもこっちは気づかないそのまま行っちゃうだからストレスがどんどん溜まって関係が終わってしまう 恐ろしいですね、はい、ね、これは僕にも当てはまるんですね僕もそういうコミュニケーションをしてしまうことがたくさんあります言えないんですね相手に相手に言えないので自分の中で溜まっていってもうダメだもうダメだって関係が終わってしまう終了終わってしまう、えー、そういう場合がある ね、皆さんどうですかそういう話し方しますかそういう話をする人がいますか、ね、これはね解決したいですね、うん。僕もまだまだできません。これどうしたらいい解決方法みんなで教えてください。どうしたらいいですかどうやって、えー、コミュニケーションを取ると良いですか、ねえー ちょっとこれはね、考えていきましょう、一緒に。ね。はい。今日はパッシブアグレッション。受動的攻撃。遠回しな攻撃でした。はい。じゃあまた次回。さよなら。